変だよ。ここなんかさ、ここの子結構変になりがち。なんでかわかんないけど。こんにちは。寒いですね。本当に寒い。寒すぎてびっくり。もうね。本当に。どういうこと？全部アユだって。どういうこと？どういうこと？どういうことだ？全部。寒い。暖房入れてるけど。そう、今外ちょうど行ってさ、ほんと数秒前まで、数秒はそう、数分前ぐらいまで寒い。あと TikTok2 本撮りだめました。そう、今日いつ載せるかわかんないけど、今日載せないかも。わかんない。わかんないって、わかんない。載せ、あ、いや、今日は載せない。今日載せない。明日とか、明日以降かな。載せるとしたら。です。ほんと寒い。今年の冬、ほんと寒そうだよね。今でこんだけ寒かったら寒いよね。みんな頑張って耐えましょう。今年の冬も今年の冬も耐えましょうって、耐えましょうね。今日パッツンだけど、さ、前髪なんか似合わない。改めてあんま似合わない。分けてる方がやっぱいい。好きだな、自分の前髪。うん、分けてる方が好きだな好きだなっていう分けてる方がなんかしっくりくる。なんだろう、なんか今日分けうまく、なんか顔好きだって嬉しい。ありがとうありがとうって、ありがとう、それはありがとう。そういう、なんか、まあ、今日前髪でもなんか前髪がダメですね。今日は何を言いたいかっていうと、前髪がもうダメでした。え、そう、作った当初は綺麗だったんですよ。今日も湿気だね。いっか、負けないでいこう。負けないでいった方がなんか綺麗だね。うん、ずっと前髪気にしてる人になってる。でも本当は前髪気にしい、気にしいタイプ。でも配信見てる方は気づいてそう、それはもう気にしいタイプ。そう、なんかさ、髪の毛とかもさ、え、そう、なんかうまくいきましたってなってさ、そう、でも、なに、あの、お話し会の時一体前髪固めないんですよ。だから外出た瞬間、そう、髪の毛とか全部そう完璧にしてするけど、やっぱ外出るじゃないですか。外出た瞬間、風、なんかドアとか自動ドアとかだとさ、ビューンって風来るじゃん。そう、固めてないからさ、ビューンってなるわけですよビューンってなってさ、まあ固めてないからもうファンってなるからさ、そう、あっってなる。そう、急いでやって、で心の中になって、そうって感じ。本当に前髪気にしい人間。
そう、そうビュンってなってファンってなって、そうあってなる、本当にそんなもんそんな感じよ本当に。で一個面白いのが、それこそ今髪長いじゃないですか。そう髪長いから強風の時とかさもうなんかすごい、もうこっちの前髪だけじゃなくこっちもうわーってなるからさそれが一番面白いよね。何が面白いってそれの時が一番面白い。心の中で自分で笑ってる心の中で笑ってる。そうだからいつもねそういう時は過ごしてるそう、なんか自分ね、なんて言うんだろう、なんかさやっぱ髪長いって大変だなって思うよね。だからそういう時に思うよね本当に。うん、髪短い方がいいなって。でもなんか髪短いは短いでそれまた大変なんですよ。なんかそれこそああいうあの短い時もあったじゃないですか、ここら辺の時、ここら辺の時があの後ろのここの襟足のところが本当にもうなかったんですよなかった、ま、なかったんですよ。なかったからさ、まあ、それまたさアイロンかけるのが大変で、あそれこそアイロンできないタイプの人間じゃないですか、ヘアアレンジ苦手な人間だから。えなんかもう襟足なんかもうこんぐらいしかなくてさあ、こんぐらいちょっと思った、このぐらいかこのぐらいだけど、ここら辺でさもう癖出ちゃってるとさここだからさ、えそう火傷しそうでさ、えもう自分じゃもうやってなかった正直正直もうこの真後ろはもうやってなかった。えそう見えないんじゃないかって思ってもうここは見えなくなかった。うん、やけどする方がやっぱ大変じゃん。そうそうそうやってなかったです。そう不器用チャンピオンなので本当に。長いと冬はお風呂上がりに乾かすのが大変そう。冬じゃなくても大変だねなんなら夏の方がやだ。そのドライヤーって暑いじゃん。え、そう、ドライヤー暑いからさ、なんなら夏の方がやだ。冬はまあ全然いいかなって、逆に暖かくなるから逆にいいかなとは思うけど、夏がやだ。うん、何よりも夏のドライヤーが一番嫌い。そうもう一回お風呂入りたくなるもん。え、そう。え、そう、本当に。そう、それぐらい嫌だ。それぐらい嫌だ。それぐらい嫌だ。そう、そんなです。夏は自然乾燥。自然乾燥ってダメなんだよダメなんだよっていう、ダメなんだよ、ダメージがね来るんだって。そう一見さドライヤーの方がダメージ大きそうじゃん。違うんですよ。そう自然乾燥ってそうダメらしい。なんかさそうアイもなんなら自然乾燥の方がいいんじゃないかって思ったことあったの。そうでもね違うんだってみんな。これしもうそうもう記憶しといた方がいい。
そう、自然乾燥はなんだっけ、なんでダメなんだっけ、髪同士で摩擦が起きちゃうんだっけ、なんだっけ、そうなんだっけ、何もちょっとあんま理由ちょっと忘れちゃったけど、そうな、なんか濡れたままの放置がダメなんだっけ、なんだっけ、何かでダメらしい、そうダメージ受けちゃうんだって。でもさ、結局ドライヤーやってもダメージを受けるけどさ、熱で、まあ、どっち取るかだよねどっち取るかだよね、本当にもうそればかり。意味がわからないコメントがある。僕が乾かす感想もダメだって、ちょっとわかんないちょっと意味がちょっと意味がわからない、ダメでしょうわかんないけど、ちょっとわからない。強風で一気に乾かすのが、いやもうそれでやってないよ、もうなんなら1秒たりともじゃない、1秒でも早く乾かしたいから、一番強風でやって早く乾かしてます。マイナスイオンってどうなんだ、あでもあゆついてるやつ買ってる、うん。でもあの最後に冷風かけるといいんだって、ドライヤーやった後に、そう温風のドライヤーやった後に冷風かけるといいらしい。あやってないけど、あいは温風のまま温風でおしまい。そうです、おしまいだけど、そうって感じだね。そうでも冷風いいらしいのでおすすめです。やってないけど、今一時期やってた、一時期やってたけど、なんか最近はちょっと面倒くさくてやってない、ここ1年ぐらい、1年前ぐらい多分ちょっとはやってた、そうちょっとはね、そうやってたけど、うん、やんなくなった。感じだね、うん。はい、髪サラサラ、そう、はい、髪サラサラはい、髪サラサラ、なんかさ、あいさ最近さ、まあやんないんだけどさ、できないからカラコンやりたって思って、なんかいや、まあできない、入れらんないかやんないんだけど、でそうやりたいってなんか思ったの、やんないけどね、でき入れらんないからそうそう、なんかりのちゃんのさカラコンかわいいじゃないですか、えそうそうかわいいなって思ってやりたいなって思うんだけど、まあ岩かけるの時自分じゃ入れらんなかった大きいよね自分じゃ入れれないからさ、まあもう機会ないよね絶対。えそう、取るのはねなんかすぐ取れるんだけど、入れられだけはしないので、まあ入れられないとご迷惑じゃないですかシンプルにご迷惑じゃないですか、入れられない人がカラコン持ってたとて、ま、だからまあやんないんだけど、えそうそうなんですよ、なんか本当になんかね、みんなすごいねって思う、なんか本当にあの舞台経験して、いや何みんなあんなね入れられるんだったよ思って、なんか本当改めて大変ね、すごいなって思った本当に
ね、改めてすごいと思った。だって何度こうやっても入れようと頑張ったことか。でも10分ぐらいさ、本当にそう岩かけるのね。なんか通してリハやりますってなった時があったの。え、そうリハっていうか、まあそうなんかそうあったの。一通り衣装も着て、そうゲネとは違くて、そうその前にやったの。そうその時にそうカラコン入れないかなと思ったの。そう入れないだろうな思ってたら、カラコンも入れてくださいってなって、だってえ待て待てまずい入れられないって思って、そうちゃんとね頑張ったの。頑張ったんだよ、頑張ったんだけど、どんなにカラコンと戦ってもどんなにやっても入ってくれないんです。あの子たち、あの子たちっていうかあの子、オレンジカラコン、そうオレンジカラコンが入ってくれなくて入ってくれなくて、ドラに手伝ってもらった里襟、里襟が手伝って入れてくれた。その時感謝。いや本当わがままなカラコンすぎるよ本当に。他のより大きい。なんかでもエリーが言ってたのは、えこれあいちゃんの大きすぎるよっつってた。いやそうだから大きかったみたい。のあいのカラコン多分、でも何人か多分絶対一緒のサイズの子いたからわかんないけど、多分絶対いるじゃん、まあ、あんだけ人数いたらさ。そう絶対いたと思うから、もし一緒の子いたらよく入ったよなと思う。その前に自分で入れれるのがすごすぎてさ、もう入ったのすごいもあるし、自分で入れれるのもすごいって思ったね。本当になんかみんなねえすごいね。ね本当すごすぎ。みんなすごい本当に、本当岩かけるメンバー本当すごいと思って本当一人ですごいと思った。もう歓喜歓喜っていうか、なんかすごーってなった。目悪くなったら眼鏡かくてやんってきた。え目悪くなる自信ないん、目いいままな自信しかないどこから湧いてくるのかっていうでも多分目いいままだと思う絶対。そうそう多分最後だな。測った小学校のやつって出るのが 1.5 までなんですよ。そう 1.5 が最高なの。それで 1.5 だったもんずっと。そうでママもパパもいいし、目そう兄弟もそう、お姉ちゃんお兄ちゃんもいいので、おばあちゃんも良かったし、そう任せて任せて何をって感じだよね。任せてみんな、みんな任せて。お任せください。今は A とか B じゃん。あそうなの、わかんない、どうなんだろう。多分でも 1.5 だって思ってたから多分 1.5 とか A も書いてあったのかな。あんま気にして見てなかった。もうとりあえずそういつもちゃんと見えてるからそんな気にしてないっていう
実際のところ。そんなに目が良かったら他の子のうちは持ってるのバレるよ。まあでもさ、わかるよね。なんかさ、それこそさ、裏表で書いてる方もいらっしゃるしさ、いらっしゃるし、なんならああいう記憶力もいいからさ、あれこの方前あの子のうちは持ってたのに、え今回 この子だみたいなのもある。そういうどっちもいいからさ、覚えちゃってる。だから全てがなんか目もいいし記憶力もいいから、そうごめんなさいと思いながら、ごめんなさい思いながら覚えちゃってる。任せてっていう、任せて、うん、あさってハドミニューか見つけてなんて任せて。任せてで会話しちゃってる。もう全部任せて任せて。はい、波動もね、皆さんあさってよろしくお願いします。頑張ります。はい、そんな感じでランキング読もうかな。ランキング読みたいと思います。急に13位チョッパン博士さんありがとうございます。12位スタンフラッシュさんありがとうございます。11位野菜の乙女座さんありがとうございます。10位タカさんありがとうございます。9位ザキヤマさんありがとうございます。8位黒岡金四郎さんありがとうございます。7位アキラさんありがとうございます。6位雪光さんありがとうございます。5位翼欲しいさんありがとうございます。4位 YK さんありがとうございます。3位ガクシャンさんありがとうございます。2位ヒデさんありがとうございます。1位カモンさんありがとうございます。見てくださった皆さんもありがとうございました。ぜひまた見てください。ありがとうございました。バイバーイ。